アレサ、精錬エリアの敵機がお前のところに向かっている。これが注意の言っていたエネルギー濃度か。
重装型大噴だ。あ、おっと、あとは任せたぜ、やろうども。エネルギー濃度はこの上にあるのだ。死ぬ手段がない。この道じゃないのか。
レベーターもどうやら上層デッキにつながっているようだ。自分はここでしんがりを務めるよ。大勢の遊軍機があの大型メカにやられた。気をつけないと。この音は。さっきの戦闘でどこかが壊れたか。溶鉄が通路に飲み込まれる前に上層へ急がなければ。死ね侵入者め。こんな時に戦っている場合じゃないだろう。ダレサ王コーネル、ようやく会えた。セクサノーマット、間もなく世界は生まれ変わる。私の手によってその瞬間に立ち会えることを喜ぶがいい。血と炎の洗礼受け取るがいい。周囲の言ってた超大型エネルギーノードはこいつか。出力は格段に違う。自己修復だと。
ほどけない。貴様のメカのエネルギーは全て放出させてもらった。実に惜しいな。貴様のような優秀な戦士は私の配下にあるべきだ。おあいにく様、そっちの武器は使い慣れそうにないんでな。どのみち私の邪魔をする者は全て死あるのみ。周りをよく見てみろ。ここから新たな秩序が始まる。世界は私の支配によって生まれ変わるのだ。フェルブンサーを滅ぼした秩序など人々にもたらして何になる。民衆は所詮言葉を話す家畜。群れを導く羊飼いをふさわしき力を持つ強者を求めるのが定めよ。力こそが世界を再生するただ一つの手段なのだ。まず火星、そして地球。人類が導きを求める限り私の力で全てを支配するのが道理。お前、金の奴隷の傭兵風情にこの崇高な理想は分かりはすまい。傭兵らしく死ね。なんだと。戦場に投げ打ったこの身だが、魂まで売るつもりはない。俺はこの世界の行く末を変えられるなんて思っちゃいない。でも今俺のやるべき任務はかつてないほどはっきりしている。何こいつ、エネルギーが急激に高まって。死に損ないが甘くな。お前を止め、この反乱を終わらせる。では投降しろ、セクサ。お前はもう終わりだ。甘いな。しまなんだと。よう、危うくメインディッシュを逃がすとこだったじゃねえか。オルフェス、貴様生きていたのか。生きてたな。俺は一度てめえの言う新世界とやらのために死んだんだよ。ここに立ってるのはフェルブンサーの亡霊だけだ。貴様忘れたか。フェルブンサーもこの世界も一度も貴様に手など差し伸べなかっただろうが。ああそうだな。てめえがいなければ俺が生まれ変わることも、真の敵ってやつを知ることもなかった。弱者は生きる資格なし。俺たち強者が手を取り合い、弱者を踏み越えてさらなる高みを目指そうではないか。新世界はすぐ目の前だ。俺たちは歴史に正しい結果さえ刻み込めば、弱者の犠牲など誰も気に留めんわ。この世にそんなどうでもいい犠牲なんてありゃしねえ。のてめえは一遍あの世で詫びを入れてきな。ボルフェス、強者こそが王であるべきなんて、こいつの自己満足な幻想に過ぎねえ。一体何が。これよりヤマトは
自爆シークエンスを実行します。各員直ちに退避してください。さあ、あのタヌキめ、とんでもねえ置き土産を残してやがった。つながるぞ、タレサ。ティアマトの船体全域にて爆発を確認。間に合わなくて、早く船から逃げて。この船、加速してやがる。どうした？こいつは中継ステーションに向かってる。スターゲートが自爆に巻き込まれたら、残骸は全部火星に落ちる。地表のコロニーは全部滅ぶ。火星丸ごとフェルブンサーの二の舞になんかさせるかよ。どこに行くつもりだ？今度は俺が罪を償う番だ。じゃあな。おい、中継ステーション無事か？タレサ、大丈夫か？状況は？問題ない、まだ動ける。やった、タッチャ、ティアマトは間一発で止まったわ。スターゲートも無事みたい。さすがね、タレサ。あいつ、やり遂げたんだな。今、機関座標をお送りします。了解した。タレサー・オコーネ、任務完了。
Everything seems to be just this in name of war. All I want to end it all, going back to who we are. I believe it's my redemption to lie.